山形市桜町の宝烈神社に伝わる県指定無形民俗文化財の古式打球が6日神社の例大祭に合わせて奉納されました。古式打球は平安時代に中国から伝わったとされ、現在は全国で3カ所だけで行われていて、宝烈神社では山形藩主の水野家が鍛錬の一環として励んでいたということです。多くの観客が見守る中、山形宝烈打球会の会員が紅白3期ずつに分かれ、杓子状の球場で直径およそ 4.5 センチの丸六甲を40センチの丸い的、球門に入れる速さを競いました。球場で騎手を妨害したり、巧みに馬を御したりして得点を決めると、太鼓や鐘の音が響き、歓声が上がっていました。